ミッションをプレイするよ。さーて、どの章を始めようか。成長した岬森の両翼の力を見せてあげる。ください。起きてください。あれ、ユリナちゃん？日の本、容体はどうだ？なかなか目を覚まさないから心配したぞ。よかったよ。体で痛いところとかない？本当に良かったわ。別に心配なんてしてないけど。月夜はああ言ってるけど、実はさっきまでアヤッチが心配でテントの前をうろうろしてたのだ。うるさいわね。この私がそんなことするわけないじゃない。はい、みんなそこまでよ。アヤちゃんはまだ横になって休んでなさい。もう大丈夫です。ご迷惑をおかけしました。いや、本当に無事に済んでよかったよかった。一時は本当に危ない状態だったんだからな。アヤちゃんは気絶しちゃうし、知らない場所に放り出されてしまうし、謎のモンスターに囲まれるしで、本当に大変でしたね。ユリナちゃん、私の聞き間違いかな。モンスターとか聞き慣れない言葉があったような。聞き間違いじゃないわよ。夢で会ってくれたらどんなに良かったか。あや、よーく聞いてくれ。どうやら私たち8人は別の世界に移動させられたみたいなんだ。はあ。ここがどこなのか皆目見当もつかないけど、メイカさんのサプライズ演出にしては規模が大きすぎるわ。つい先ほどまで学園の中庭で演習を行っていたのに、まさかこんなことになるとは思いませんでした。そうだ、アヤちゃんはどのくらい覚えていますか？演習場での光のこととかは。ごめんユリナちゃん、全然覚えてない。そう、あの光に包まれた後、山の頂に立っていたのよ。おかしいことに、まだ数時間しか経っていないのに夜になっていたし。しかも、突然モンスターが襲いかかってくるし。現状の把握もできないままだったけど、運が良かったのね。今こうして休んでいられるのだから。まあ、簡単に説明するとだな。みんな、大丈夫か？アヤ？アヤはどうした？アヤちゃんは意識不明、装甲車に乗せたわ。それよりも、ここはどこかしら？学校の校舎とか、見当たりませんね。というか、建物が全くありませんし。なんだあれは？モンスターなのか。私たちは夢でも見てるのか。まさかさっきの言った通り異世界の扉だったの？そんな冗談だったのに。何も現実にならなくても。えい、どこからでもかかってくるのだ。モンスターだろうとなんだろうと蹴散らしてやるぞい。痛がっている。もしかして
練習団が効くの？レミ、よくやったわ。これなら戦えそうね。モンスターが集まってきてるぞ。このままだと包囲されて自利品だ。敵に囲まれる前に突破するわよ。さて、誰に先鋒として突撃してもらおうかしら。選ばれたからには全力で頑張ります。凛ときらめく標準の弾丸、ここに参じる。よし、バディとして頑張っちゃおう。任務内容に合わせ私の得意な武器を選択する場所だ。相談数コンパクトで扱う。五輪の大きな性能差はなし。どの系統の衣装を着る？耳が邪魔だ。外すぞ。よし、訓練始め。新選組の羽織をまとってみたい。こんな衣装までまとえるのは嬉しい。耳、よし、耳、どの系統の耳、よし、耳、どの系統の衣装を着ようか。この格好で出陣だと？何を馬鹿げた。どの系統の衣装を着ようか。私はブレザーだ。どんな任務でも兵法を極めれば恐れることは何もなし。指定ポイントまで突破するんだぞ。任せていただこう。基本的な操作方法はだな。時間がない、さっさと済ませるぞ。基本的な操作方法はだな。武器の取り扱いはだな。任務の目標が変更されたようだぞ。ターゲットを撃破するんだぞ。本当にモンスターなんだな。なんとかなるもんだな。こんな時はだ。敵側のジェネレーターを攻撃するんだ。
が変更されたようだぞ。指定ポイントまで突破するんだぞ。先に進めるようになったぞ。大変だ、敵の増援が来たぞ。到着、任務成功だな。完全無欠。この模擬刀を抜くまでもないぬるい戦いであった。さすがに好敵手として認めざるを得ないな。レベルアップだ。日頃の訓練の賜物なのだろう。こうして私たちはモンスターの襲撃から逃れることができた。異世界にいるという事実は受け入れがたいけど、まずは冷静に状況を分析せねばならない。この世界にはモンスターが存在していて、私たちを襲ってくる。種類は多いけど、その全てが死骸とか無生物であるみたい。あと戦って分かったのは、青白く光る部分が急所らしいということと、私たちの武器、演習弾が理由は分からないけど通用すること。当面は戦ってモンスターを退けることができるけども、演習弾にも限りがあるし、悠長に構えていられないわ。まずは身の安全を確保しつつ、この世界についての情報を集めないと。この異世界から部員全員を無事に元の世界へ返すためにも。全身全霊で撃ち抜いてあげちゃうよ。私が気を失っている間に先輩たちはキャンプを設営してくれていた。初めての戦闘で疲れているのに、私だけ何もしていないのがとても心苦しい。みなぎさんの提案でキャンプ周辺の安全を確保するために偵察とモンスター排除を行うことになった。演習弾などの物資を搭載した車両もこちらの世界に飛ばされていたので、しばらくは弾や食料の心配はないけど、何も貢献できてない私を慣れさせようというみなぎさんの配慮かもしれない。私も戦うしかないと分かっているのだけども、初めての実戦に私の手の震えが全然収まらない。相手はモンスターなんだよ、わけが分からないよ。日の本、深呼吸し、演習で学んだことを思い出せ。常に気を巡らせ、精神を研ぎ澄まして備えるのだ。一瞬の気の緩みが命取りになるぞ。
し、まだ死にたくないよ。ミナギ、ますますアヤを緊張させてどうするのよ。というか、さっきまで慌てたらダメじゃない。モンスターと戦えるなんて、めったにできない経験だぞい。いやーん、なんだか楽しくなってきた。レミさんだけは、いつも通りという感じですね。そうです、いつも通りでいることが肝心です。ユリナちゃんの言う通りよ。本格的な偵察を開始する前に、基礎の確認から行いましょう。簡単に倒せる敵もいるだろうが、油断するなよ。アヤはまだこの世界の敵と戦っていないんだからな。はい、頑張ります。これ以上皆さんの足を引っ張るわけにはいきませんから。さすがに気絶していたアヤちゃんを一人にするわけにもいかないし、誰かアヤちゃんのバディを志願する人はいないかしら。光々と燃え立つ烈火の弾丸、ここに誕生。私がバディ？選んでくれてありがとう。課せられた任務はどんな任務でも成功してみせるよ。指定ポイントに向かうわよ。頑張るよ。時間がないわ、急いで。基本的な操作方法ね。指定ポイントに向かうわよ。アイテムをゲットしなさいよ。先に進めるようになったわよ。こんなこともできるわよ。任務の目標が変更されたわね。
私もやればできるんですね。すごいすごい。でももう一つ上のランクがあるみたいだよ。レベルアップ。ふう、まずは一段落。アヤも初めての実戦を乗り切ったようだし、よかったよかった。さてここらで情報を整理しておくかな。どうやらここは半島、もしくは大きな岬のようだ。あちこちに城壁や石畳の古めかしい建物があって歴史を感じる。北は私たちがいた山で、西にはお城が見える。そして東には巨大な壁が行く手を阻むように立っている。壁の向こう側がどうかはわからないけど、こちら側は森の木々がところどころ焼けていて、どこか荒れ果てた印象を受ける。周辺の敵を一掃し、ブービートラップを設置して防御は固めたが、何が起こるか全くわからない。先ほど姫が故障している戦闘ヘリを発見してくれたのだが、こんな状況じゃ修理どころじゃないしな。もっと安全な場所にキャンプを移したいところなんだけど、やれることからやっていくしかないな。成長した岬森の両翼の力を見せてあげる。この世界が何なのか、私たちにはわからないことばかりです。とにかく情報を集めないと何も始められません。なので水木さんの提案で、まずは詳細な地図を作ることにしました。装甲車を起点に地形調査を行い、地図を埋めていくという地味な作業です。あとせっかく異世界に来てしまったのですから、珍しい木の実や植物なども集めて料理人として腕を振るってみようかと。早速摘んできたのイチゴを紅茶に入れてみました。いつも元気なレミさんは面白い味と言ってくれました。ん？おや？煙が上がっているぞ。もしかすると私たちの他に人がいるのかもしれないな。本当だ。食べ物を分けてもらえるかもしれないよ。甘いドーナツとかスイーツとか。この世界の食べ物はどんなものなのか気になりますが、人がいるのならば様々な情報が手に入りますね。うん、その通りだ。先行部隊を送って状況の確認だ。ふっふっふ、戦いの準備はできている。我を指名するがよいぞい。おいおい、レミがおかしくなってきてないか。こんな状態のレミが派手に暴れたらたまったものではないぞ。え、いつものレミさんじゃないですか。心配はないと思います。さっきの紅茶のイチゴの影響でしょうか。潜在意識に影響ありとメモしておきますね。ん？金園、何か言ったか。ともかく先行部隊を誰にするか決めよう。光合と燃え立つ烈火の弾丸、ここに誕生。よし、今日も暴れまくるのだ。バディ、私でいいんですか。
にゃー、面倒な任務は嫌なのだ。指定ポイントに向かいましょう。上がれたいのだ。では行きましょうか。
完璧。日本のエースアタッカーになるのは当然なのだ。すごいのだ。エースアタッカーと呼んであげてもいいのだ。レベルアップしたのだ。あんまり出なかったね。地味なのも悪くないかな。少しはお金の足しになったかな。立ち上る煙を目印に進むと、荒れた村にたどり着き、徘徊していたモンスターを撃破。ふっふっふ、モンスターなど岬森の精鋭部隊の前では敵ではなく、まとも同然なのだ。これで心置きなく煙を焚いていたものの捜索に専念できるの、だけども、ふにゃなんか体の調子がおかしいのだ。視界がフラフラして、足元がおぼつかなくなっているような。あ、これはあれなのだ。新しい力に目覚めるための前兆。さすが異世界、新しい力を私に授けてくるとは。くぅ、燃えてきたぞい。そういえば喉が渇いてきたのだ。またユリナに面白い味のお茶を入れてもらおう。全身全霊で打ち抜いてあげちゃうよ。煙が消えた。先ほどの戦闘で気づかれたか。まだモンスターの仲間が村の中に潜んでいる気配も感じます。モンスターもあの煙に呼び寄せられたように見えたが、煙を焚いた奴もモンスターの仲間かもしれない。罠という可能性も捨てきれませんし、慎重に行動しましょう。ここは二手に分かれ、装甲車の本体は村の周囲を警戒、そして残りは村を制圧。よし、それで行こう。追ってか。たけり荒ぶる狂気の弾丸、ここに登場。待ちきれないわ。バディか、アタッカーはできるだけ頑張ってね。さあ、本能のままにかかっていらっしゃい。マジカルラブリーエクスキューション、行くわ。まあ適当に頑張ろうね。
代わり。うわぁ、敵の造影が来たみたいだよ。はい、バリアね。体で追われるのは気分がいいわね。ご褒美は何が欲しいのかしら。レベルアップしたわね。ないかな。少しはお金の足しになったかな。くそー、力及ばず捕まってしまったみゃん。お前たちは一体何者なのみゃ。ベリーナをどうするつもりみゃ。あなたのお名前はメリーナというのね。しまったみゃ。口を塞いでももう遅いぞ。メリーナにはいろいろとこの世界のことを教えてもらいたいのだけど、しかしこちらの世界の言葉が普通に理解できるんだが、何か特別な力が働いているのかな。この猫耳も本物だよ。おにゃー、初めて見るのになんだか親近感があるぞい。
にぃ、やめるみゃ、そこいじってはダメみゃ。このような仕打ちを受けてそう簡単に情報など教えないみゃ。お前たち族の軍門などにはくだらないみゃ。族扱いとはひどい言われようだ。そこまで言い切ったのだ。それ相応の覚悟はできているのだろうな。まあまあ待ちなよ。その役目は私に任せて。いろいろ聞かせてもらうよ、メリーナ。ふっふっふ、耳とか尻尾とかどうなってるのか気になるし。大丈夫大丈夫、他のお姉ちゃんと違ってサキは怖くないから。いや、普通に怖いみゃ。誰よりも怖いみゃ。目が全然笑ってないみゃ。さあメリーナ、待ちに待った尋問開始だよ。尋問って何をされるみゃん？尋問アイテムの選択だみゃ。悪くないみゃん。一体何されるのかみゃん。恥ずかしくないのかしらみゃん。もう赤ちゃんじゃないみゃん。おいおい、もう赤ちゃんじゃないみゃん。すごいことになってるわよ。それなのに、すごい表情だな。これみゃ、やだ。すごい顔になってるぞ。どこみゃ、もっと。そんな風に見られるのね。どうなるにゃ、やすぎにゃ。やだ、すごい表情だな。あどこだ。すごい顔になってるぞ。やすぎにゃ。どこにゃ、やすぎにゃ。いいにゃ、すごいことになってるわよ。もう赤だ。恥ずかしくないのか。どこにゃー、やばすぎにゃー。やばすぎにゃー。やばすぎ、恥ずかしくないのかよ。あぷ
ミドガルドと呼ばれる剣と魔法の世界なんだって。メリーナはケットシーの女の子で、3ヶ月前に突然現れた伝説のドラゴンに襲われて村は壊滅状態に。村の人々は壁の向こう側に避難したのだけど、メリーナは一人残って村の番をしていたんだってさ。いろいろなモンスターに加えて伝説のドラゴンとか、はあ、この世界は全然安全じゃないのが嫌だな。はじめはとてもワクワクしていたけども、メリーナの話を聞いて無事に元の世界に戻れるのか心配になってきちゃったよ。メリーナが知ってるのはこの世界の普通のことだけみゃ。別の世界のこととかメリーナにはわからないみゃ。それでも十分いい情報だったぞい。ありがとうなのだメリーニャ。そう言われると嬉しいみゃ。ブーレミレミ、メリーナは私のバディなんだからそんなにくっつかないで。なんで勝手に決めてるのだ。私だってメリーニャをバディにしたいぞい。ちょっとお二人とも、メリーナちゃんが困ってます。そんなに暴れないでください。あれ、メリーナちゃんどうしたの。私にくっついてきて。メリーナがアヤにあんなに密着して。メリーナに優しくしてくれたこのお姉ちゃんが意味や。元救護部ってこういうところがずるいのだ。普段はヘッポコなのにずるいずるい。そんな。ネコビト族ケットシーのメリーナ・イリスにゃ。突如現れたドラゴンのせいで故郷の村はもう。でもメリーナは幸運の持ち主だったらしいみゃ。不思議な武器を持ったお姉ちゃんたちが現れたんだみゃ。きっとドラゴンだってボッコボコにしてくれるはずみゃん。それにしてもものすごい武器みゃ。いいみゃー、触りたいみゃー。ダメなのだ。演習団とはいえ素人に銃を触らせたらマイマイに怒られるし。わかったわかったのだ。もうそんな目で見ない
でほしいのだ。やったー、ありがとみゃ。これが異世界の武器みゃ。かっこいいみゃ。眺めてるだけでも面白いみゃ。ねえねえ、この武器とかメリーナが見てちゃダメかみゃ。見てちゃ、あ、管理するってことかな。あ、そうだね、メリーナが見ててくれればみんなが楽ちんだよ。ただし武器を管理する代わりにお立ちをもらわないとみゃ。ゴールドっていうコインが欲しいんだみゃ。モンスター倒したら手に入るみゃ。あ、それと宝箱からもみゃ。意外とちゃっかりしてるんですね。今まで戦ったモンスターから得たゴールドがいくらかあったような。武器や装備の管理はメリーナちゃんに任せちゃいましょう。この世界についてわからないことは聞くからよろしくね。あ、別の世界のことを知ってそうな人たちがいるのを思い出したみゃ。城塞にいる魔法使いに聞けば何かわかるかもしれないみゃ。ただみゃ、そっちもドラゴンに襲撃されたみたいなんだみゃ。魔法使いか、とにかく行ってみる価値はあるわ。準備ができたらメリーナちゃん案内頼めるかしら。任せるみゃ。私たちは地図をなんとか完成させて、これで少しは落ち着けそう。この場所から様々な場所の調査や偵察を行うことになると皆木は言っていたっけ。そしてケットシーのメリーナが一緒に行動することになった。武器の管理の他に食料の調達もしてくれるみたい。ユリナが早速メリーナと相談してパンを焼き始めている。サキは甘いパンがいいとダダをこねていたっけ。この調子で元の世界に帰る方法もあっさり見つかるといいのだけど、私の予感ではそううまくいかない気がする。プレイするよ。